えー、それではこの基本行列というアイディアを踏まえた上でですね、えー、とこの階段行列というのを定義しますこれが一つのポイントなんですけれども教科書ですと38ページの下の方ですね何、えー、か何やでっかい行列がありますがこれを開いてみてください、えー、とちょっと図でまず見せますこういう行列ですね階段行列っていうのはでこの階段行列はどういう行列かっていうのをちょっとこれから定義を説明します えとまずですねあのここでは M 行 N 列の行列を扱っておりましてで大愛行があ、まあ、大愛行が少なくとも1個ゼロでない成分があるとするんですけれどもこの時に A の大愛行の先頭列っていうのを定義します。この I A, と A の大愛行の先頭列というのはその A の大愛行のゼロではないような弦が存在する最も左側の列と。 そうで,すね、ですので、えー、と例えば行 A の第1行に3列と5列と7列がゼロでない成分があったらその中で一番左側の第3列がこの A の第1行の先頭列というふうな名前を付けます。でその先頭列という言葉を定義した上でこの M, M 行 N 列行列が次の状況を満たすときに A を階段行列と言います。 まずこれですね、これはどういうことを言っているか、k の1より k の2が大きくて、k の、てんで k の r がまあ n 以下ですと、これ何って言っているかっていうと、こういう形のことを言ってますね、第1行の先頭列、すなわち、0ではない最も左側の列よりも、第2行での先頭列、最も左側、0でない列っていうのは、この第1行よりも右側にありますよってことを言っています。 ですので、全体として、このゼロでない弦っていうのが、こう、行を下がっていくことに、こう、階段のように、こう、だんだん下がっていきますよっていうことを言っています。だから、例えばこれ、えっと、例えば、経の2がここにあったとして、形の3が、こう、こんな風に、こう、こっちに、あの、非0の成分が出てきて、この階段が、こう、なんか、元に戻るってことはないわけですね。必ず、えっと、非0の成分は、こんな風に、こう、右下に向かって、だん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 階段を作っていくと。 まずそういういい性質をこの1番の番条件は言っていますで2番目の条件はその各行の先頭列ですね先頭列の成分は1ですよというようですね、えー、すなわちどういうことかっていうとここですねこの階段になっているこの段々のここの段の成分は全部1ですということ言っていますねこれが2番目の条件です。 そして3番目の条件は R が M より小さいときに第 R プラス1行以下は0ですよということを言っていてこれはその階段の作り方によってはその段々がですねこの A の行の一番下まで届かないことがあるかもしれませんね例えば途中でこの階段が終わりましたとそのときにはそこから下の成分は全部0ですよということを言ってますもちろんこれ階段がですねこうあの 道は右側に届かないうちに段が下に届くこともありえます。そういう場合もあるというようですね。まず、この階段行列っていうのが一応大事な概念になりますので、まずこれを押さえておいてください。その上で、さらにですね、簡約階段行列というのを定義します。これはどういうものかというと、まず階段行列ですね、A は。階段行列で、かつこの この段,段になっているところの列ベクトルがありますけれどもここがその段になっているところの1を除いて全部0ですよっていうことを言います。えー、と一般の階段行列は例えばここの段があった時にこの段の1の上の成分っていうのは0になってない場合もありうるんですけれどもこれがもしこの段のところ1の上が全部0になっている全て全部0になっている時に この階段行列のことを簡約階段行列と言います。いいでしょうかですのでまず大事なことは簡約階段行列というのは階段行列なんですね。で階段行列の中でどういう状況を乱すものかっていうのをあのよくあの確認しておいてください。で、えー、と一応ですねあのい,いくつか注意がありまして。 そのまず簡約階段行列においてもしアイユ4が0ベクトルでなければその先頭列は基本ベクトル Ei に等しいっていうことでちょっとその i とか記号は後から確認していただくとしてとりあえずこの簡約階段行列のこの段になっている列っていうのは基本ベクトルだっていうことをまず注意しておいてください。どこでもですね例えばこれも基本ベクトルだしこれも基本ベクトルだしこれも基本ベクトルだと。 で基本ベクトルは何番目の基本ベクトルかっていう順番があるんだけれどもそれはこの K1 とか K2 の番号に対応してますよってことを言ってますですので少なくとも簡約階段行列においてはこの段々のところは基本ベクトルだってことを注意してくださいそれからと,、えー、と生息行列が簡約階段行列ならば単位行列ですということも言えますでこれはですねあの結局、まあ、ちょっと簡単 大雑把にしかここでは説明できませんけれども結局はこの階段がもしですねちょうどあの下のところまで届いた場合ですねちょうど一番最後の,あの列に一番最後の、えー、基本ベクトルが来た時には実はその時点でこの階段っていうのは1がずらーっと対角成分が並んだ階段になっているということになります。でその1が対角成分にずらっと並んだ階段行列っていうのはすなわち 単位行列なんですねですので、まあ、そういうこともなりやすいですよということがありますので、まあ、これはちょっと後でいいと思うんだけど後で確認しておいてください。さて、えー、とこのですねここで一番大事な定理があのこの定理2.1です。簡約階段行列への行変形で。どういうことを言ってるかっていうと M 行 N 列の行列 A は行変形により簡約階段行列にすることができますと。 というのがこのこ定理ですねで言い換えますと任意の M 行 N 列の行列 A に対してある M 次の正方行列 B が存在して B×A が簡約階段行列になるという定理です。これはですね多分皆さんが大学で学ぶこの数学の定理の中で多分今のこの理工系の産業界で 一番使われている定理なんじゃないかと思いますので。あの。ちょっとそのつもりで言ってください。えっ、ー、と。連立時方程式を解くっていうのは本質的にはこの定理に基づいて。行われております。連立時方程式を解くっていうのは。あの。ちょっと今ここでは。あの。いちいちあげませんけれども。あのいろんな技術に使われています。ですので。あのまあ、線形代数の中でも。まあ特に。あの実用面では大事な。 あの性質だと思いますので、まあちょっとそのことはあの皆さんに強調しておきたいと思います。多分あの皆さんこれから各分野で線形代数を使うときに連立一次方程式にいろいろ帰着される機会というのは必ずあると思うんですけれども、それはこれに基づいて行ってますので、そのつもりでえっ、ー、と学んでください。えー、さて、えー、その証明のポイントですね。ちょっとあのこれ。 あの教科書を読むいきなり読むのは結構大変だとは思いますのでその証明のポイントをかいつまんでこのスライドにまとめてきましたですのでまず今日のこの説明で証明の流れこんなふうなことをやってるんだなってことをこうまず頭に思い描いた上でもらった上でこの証明を頑張って自分で読むとでそれで数学と向かい合うというのをちょっとやってほしいと思いますというわけであの証明のポイントなんですけれども まずですね、最初のステップですね、あの A、行列 A がこういうふうに与えられた、えー、ときに、第1列に着目します。で、えーと、第1列の成分がですね、0でない行があれば、その行を第1行に持ってきます。例えば、えー、A の11成分が0でなければ、そのまま放っておいていいですし、A の11が0で A の21が例えば1だったらば、A の第1行と第2行を交換します。でこれによって 以後ででははこの、a、のの A 成分がゼロではないものと仮定します。まずこの準備をするわけですね。で、次のステップなんですけれども、えっと、第1行を a の11分の1倍して、この a の11成分を1にします。まあ、これはあの行の定数倍ですから、あのまあ、簡単にできるということですね。で、次のステップですね。これは、あの、第1行を定数倍して、第2行から第 m 行に加えて、 第二行以下の第一列の成分を全部ゼロにしてしまいます。例えば、えっ、ー、と第二行でやるの例を取り上げますと、これ第一行をマイナス a の二一倍して第二行に加えるんですね。そうすると、この一列の成分があのマイナス a の二一をここに加えることになりますから、ここはあの二一成分がゼロになるというわけですね。で同じようにして、えっ、ー、と 第3行から第 M 行までのこの1列の成分が全部ゼロになるようにこの第1行を定数倍して第何行に加えるってことを繰り返します結果として第1列はですね11成分だけが1で第2行から下の成分は全部ゼロっていう形になりますでここまできましたら今度はこの第22成分から右下のブロックですねこの今赤で囲ったブロックに対して 今やってきた括弧1括弧2括弧3のあの行変形を繰り返すんですね。えもしくはもし第一列にですねが全部ゼロだったよっていう場合にはじゃ第一列はちょっと一回置いといてこの第二列から第二列に対して先ほどの括弧1括弧2括弧3の変形を繰り返します。でこれをどん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 行変形を繰り返すとあの実はこの操作であの階段行列が得られます。 どうやって得られるかというのはちょっと皆さんそうですね例えば 3×3 ぐらいのちょっと手頃な例でやってみてください。あの今の操作を繰り返せば簡約階段,階段行列ままず得られますであとはこれを簡約階段行列に直すっていう操作が最後にあるんですけどこれはどうやってやるかっていうとこの段差が1のここ例えばこうですね同じ列であの上の行の比0の成分があったらそれをですねこの 段差の1の行に定数倍してこの行に加えてこの赤いところを全部消すんですね。そでゼロにできます。例えばここここですよね。あのこんなふうに、えー、とここの行に定数をかけて1行に加えればこの成分がゼロになるとで。同じようなことをこの段差の各段差の列で行うと。でこれによって、えー、と解約解段行列がまあ得られるという仕組みになっています。 えとこ,うまあ、こういう流れでですね、えー、M, M 行 N 列の行列というのは簡約階段行列にあの直せますよとで。この一連の流れが、えー、と引いては、ここからはそのゆくゆくはその連立方程式の解法につながっていて、でこれがそのあの世間ではです、ね、そのガウスの消去法と呼ばれるその数値計算による連立地方程式の解法につながっております。ちなみにあの数値計算 でではですねガウスの消去法と呼ばれる方法は、まあ、今述べた方法とはちょっと異なるんですけれどもでも基本的なアイデアはこの今の方法を使っているということに注意してください。あとそのガウスの消去法についてもうちょっと興味があるという人はですね実は筑波大学にはオープンコースエアというあの、まあ、ビデオで収録された講義ですねあのいろんな資料が公開されていますけれども実は僕はそこでですねあの数値計算という授業をあの やったことがありまして、大学のオープンコースウェアの方に、僕の数値計算の授業があるんですけども、そこであのガウスの消去法というのを扱っておりますので、まあ、興味のある人はそちらも見てみてください。はい。で、えー、と一応ですね、今の操作を振り返りますと、今の,あの初変形というのはすべてあの行基本変形の組み合わせなんですね。でそうすると、行列で言えば、その M 字の基本行列というのがの組み合わせの席になっていて、 この A にこの M 字の基本行列の組み合わせをかけたものは簡約階段行列になっているというふうに言うことができるわけです。ここでさっきの話ですね、その基本行列をかけるっていうのは行基,基本変形に対応しますよっていうのはここで使えるわけですね。そこで B っていう行列をこういうふうに置きますとこの行列は正則ですからこの A にかけた行列ですね。 簡約階段行列に変形した行列も生息であるということが言えます。はい、ここまでいでしょうか。はい、えーと、それからですね、あと、えー、と簡約階段行列の一位性ということで、えー、ちょっとここは、えーと、今のですねあの簡約階段行列というのは、実はあの一通りにしかないですよということでもし、 A に対して、えーとまあ、あの簡約階段行列に直す行列、えー、なった行列 B とか C っていうのがもし直し方があったとしたらこの B とか C っていうのは全部あの等しいですよっていうことをあの言っています。えー、とここはですねあのち,ょっとちょっと難しいですかね。あのじゃあここはちょっとあの まあ、状況があの許せばあの演習の授業で扱ってもらうことにしますのでまずはあの皆さん、今回はその行列を簡約階段行列にこう変換すると変形するとその方法についてよくあの、えー、と確認しておいてください。ここはちょっと、えー、時間の都合でスキップします。はい、で次ですね、えー、と今までの結果からあの一応定理2.3というのが得られます。 えと教科書は41ページです。えっ、ー、と、生息行列はあの基本行列の積ですよっていうことで、えっ、ー、と、行列 A が生息であることと、その A が有限個の基本行列の積で表せるっていうのが、あの、同値ですよっていう、えー、性質ですね。で、えっ、ー、と、証明なんですけれども、えっ、ー、と、まず、もし A が生息であればですね、A が生息であれば、先ほどのような形で、あの、行変形を行う基本行列をかけていって、えー、A を、 簡約階段行列に直せるんですけど実はここで直した逆階段行列というのは A が正則であればあの単位行列になります。えー、ということで、えー、っとその基本変形をかけていったこの行列というのは正則なので、まあ、それぞれに逆行列が存在するから結局あの A をこの基本行列の積で表すことができますというのが、まあ、あの右向きの主張ですね。それからあの逆の方は えとまあ、基本行列 A を基本行列の積でかけるならばですねこのやはり基本行列というのは逆行列が存在するから、まあ、これ全部逆行列を取って積を取ればこれが A の逆行列に等しくなりますよということを言っています。はい、えということなんですけど一応1点注意としましてあの生息行列をですね基本行列の積として表す場合にその表し方は あの一般に一時的ではないっていうことに注意しておいてください。生息だから生殖行列は基本行列の積で表せるんですけれども、その表し方はいろいろあるってことですね。だからいろんな変形の仕方があるってことに注意しておいてください。ここまでよろしいでしょうか。